バラの時もある？フレッ全クスとくファッションじゃない時もあると思うよ。うん、そうだね。それはこっね、ちマッが5チ人ンでグ向自こうが体3も人よとると思か、う。多分あるはず。プレイ人口に感じはどういう感じなんですかね。減ったとか増えたとか。夜は多いけど、朝は少ない。外人まあ、さんはいそうですね。るけど。日本のピークタイムじゃなかったら、やっぱ外人も混ざる。でも、うん。いるならって感じだけど。あとあれ、日そう。本語打てないんでしたっけ、まだ。あ、日本語はね、打てるときと打てないときがあるって言ったらいいのかな。うん。不安定というか、マッチングってウィンドウモードだといいとか、ロビーだとダメとか、うん。バグっなんてで、なるべくそのローマ字か英語で会話する方を推奨します。ノラのランクとかゲームの時にゲーム内 VC 使う人っています？日本人いないかな。いや、なんだろう。まあ、自分のいるレート帯がゴールドぐらいね、ゴールド基準になっちゃうんですけど、ゴールドより下は、VC 切ってる方がいいっす。そう、誰か喋るんだ。じうん、喋るんだけど、下のレート帯はね、多分ね、外人さん結構多いのかな。俺のやってるか。俺の時間帯がそういう時間帯かもしれないけど、外人さんも混ざるし、この間あれですもん、フィリピンとブラジルといて、そう、フィリピン人の女の子、なんか、ポルトガル語と英語と日本語と3つ喋れるよ、とか言って。へえ、そうなんだって言って英語で話してたんですけど。で、ブラジルも当たるんだ、へえ、とか言って。当たる？うん。別サーバーですよね。日本サーバーなんだけど、ブラジルから接続してるんだよ。でも、ピン80って書いてあったけど、多分あれ嘘かな。ブラジル出身のつもりで言ったんかわからんけど。まあ、とにかく外人さんは混ざるし、その今、バロラント JPC とか言ってコミュニティディスコードもあってたまに利用してるんですけど、あそこも外人さん混ざってくるし、うん。まあ、全体で見たらね、やっぱ日本人より外国人の方が人口多いので、まあ、どんだけ頑張っても外人さんは混ざってくる環境にあるのかな。まあ、日本、俺も一緒ですやん。中国人とか台湾人とか、ね、混ざってるようなもんで、大体同じぐらいの感じで外人さんもいると思ったら、そんなもんです。あとなんか、オーストラリアとかかな。やっぱ、時間帯によって、そうそう、時間帯によって、マッチングが成立しにくいとよそのサーバーへ飛ばすって言って、公式で言ってましたね。すごっ。うん。だから日本サーバーの人口がもう足りなくなってきて、マッチングが成立しにくい。そういうことチャレンジャー帯とかみたいに、マッチングの時間が10分とか15分とかなってきたら、じゃあよその、た、あの、台湾とか、オーストラリアとか、あの辺と、のサーバーで、どっか空いてる街ないかなって言って。ロルもそうしてほしいな。ね。FPS でできるなら、ロルの方がまだ敷居が低うん。いはず。反応速度とか。そんなことができるうん。バロラントはそういう方式を取ってるみたいですよ。だからたまに、それこそ、日本の深夜帯とかにやると、たまに台湾とかなんか、よそへ飛ぶらしくて、ピンが80超えて、うお、ラグみたいな で、逆に、その日本サーバーでやってるはずで、僕らは快適に動いてるのに、なんかピンが300ぐらいあるやつがいて、お前それゲームできんの？みたいなラグさのやついたりしますし。いいですね。いいな。やっぱね、私もいつか技術が進んで、もう別にピンとか気にしないでできるんじゃないかなって 友達と話してたんですけど。これ時空が歪んだらじゃないですかねできるんじゃないですか。ゲームによるのかな。いマやヤと一緒ー、通にでき信たら速度いいだってね。光より速くなんないでしょ。じゃあ光使わなきゃいいんじゃないって思ったけど、まあいいや。光より速い速度があれば、多分、ありますね。速い速い速度っていう、あれじゃないのかな。
もうやり方を変えれば。どうしてもヨネやりたい。あれ、DX11 って試してみてます？ん？何ですって？設定ファイルを変えると DX9 がデフォルトなんですけど、11に変えることができてて。DX って画像を処理するソフトの名前かな？ダイレクト X のこと？はい、そうです、そうです。が、今のパッチで公開されてて、その設定変えて、テストに参加してくれる人募集みたいな記事があったんですけど、公式あれをやってるんですけど、やっぱオーバーレイが伴う外部ソフトウェア、サードパーティー製のやつがほとんど動かなくて困りますね、まあ、でもこれサードパーティー側の問題だからね、ダイアットに報告するわけにもいかないし、ね、うん、難しい。 TFT のオーバーレイ利用してたんですけど、あのブリッツとか、ああそうですね、私もオーバーレイティクスか。まあ、ウェブページでも見れるやつだからいいけど、なんだっけ、ロルウィズとか使ってる人は困っちゃうね。報告してあげればいいんだけど。うん、命令ばっかり。いやでもね、スカイプもそうだったけど、なんか他に干渉するなとは思うけどな。オーバーレイ自体？うん、オーバーレイもそうだし、そのサウンドボリュームとかも、だって直接そこに作用してるわけじゃないじゃんっていう。そう、モッドとかチートツールみたいにそこに乗っかって影響を与えるようなあれだったらあれなんですけど、オーバーレイってただ上に乗せてるだけで、ねえ。あともう一つ思い出したのが、あ、いや、これさすがにランクは見れない。大会に出てるチームのイロハスだったかな、イロハスさんとこのチームは昨日うちのチームがクラッシュで上がってました。うちのチームがって言って俺出てないんだけど、あ、部門が違うんじゃなくて、あ、じゃあやっぱそうなんだ。なんか最近友達もプラチナ前後なんですけど、ブルブに出てて、あ、結構みんなチャレンジャーと当たるのに出てる人増えてきて嬉しいなと思いましたね。おー、まあ、いつもノーマルダラダラやってるぜなんで、めっちゃジャングル入ってくるやんとか言ってボコボコにされてましたけど、それは入ってくるよね。そこがいいですよね。だから俺はいつも言ってるのに、ザックとかラムスとかは入ってくるから弱いよって言ってる。うちは2回勝てたけど、2回ともやっぱチャレンジャーの方が強くて、異次元でしたね。最近ワールドランってやってるとね、クリックの回数が減ってるなっていうことに結構ね、あー逆にね、確かにね、視界動かす頻度は多いかもしれないですけど、僕はもともとそのエイジオブエンパイアから来てるので、 RTS の素養があるから、こうマップ見ながらとかこうは結構やるんですけど、
これでも当時と比べたら操作量絶対減ってるもんな。桜のプロほどじゃないけど280だったかな APM が、うん、あれなのね、ユニット操作しながらマクロしながらあのついでにブラウジングしながらみたいな裏でクッキークリッカーみたいななんかをやりながら配信見ながらチラチラとかやってなんかやってたんで APM300 近くありましたもん。誰が死んだの？バルファイトだよ。ヘッド下回ってっちゃうか。座れん？あ、これ苦手だなぁ。サルベイワールド、売却合成して他の人につけとこうかなって思って別のチャンピオンにつけて合成するんですけど、ビーシンいるの見えてたやん。ピンしてあげないとね。レーナーがそこまでピンするのは難しいと思う。頑張る。いいよ、いいよ、いいよ。リアが来てしまった。レベル6になる前に揃ってしまったぞ。レベル6になれな。もう一回入ってもないし、
バード2つ出してる人いるのよ。なるほどね。出して経験値を。どう思う？ここから上へ。こっち持ってるの。おーおーおお、やるやるやる。なかった。あ、そうだ、ダンベルやったっけ。これ一応いないから。
雪が降ったりするサモナーズマップ来ないんだな。エレメンタルリストで難しくなっちゃった。あー、ゲートいる。ゲート。忘れてた。めっちゃ回復するやん。何それ。やばそう。
完璧。じあと10円欲しいな。では黄色取り手に戻せばよ。ほら、この人も猫持ってるわ。
いやー、ケートリンうまかったな。どっちにあげようかな。なんでダメに出てるな。猫が来ないよ。リリア星さんも強いね。
日くらい見てるんですか。
なるほどね。BFT の調子はどうです？うん、いいんですけど、アイテム間違えてつけちゃった。大事なグループ。私の大事なグループ。配信しながらも見れるんですよ。ああ、多分見れます。うん、今閉じたんだけど、多分見れます。ただ、その、なんだっけ、裏画面の判定になってると、見れないかもしれない。うん、確かに、アイテムがいまいち。このグローブをアーマーにしたかったんですけど。チーズ。お、間に合った。あ、あれ？この子に HP つけたと思ったんだけど、まあいいや。ビンに入れ替えたかったけど。あ、ヴァンガードは、あれじゃないですか、ウーコンと入れ替えで。そうです。うん、クロノヴァンガードで。あとはまあ、利便を入れるか入れないかぐらいじゃない？利便は入れないですね、実は。利便とウーコンと両方だと思うもんね。ケイとウーコン入れて、余裕があったら、ツレッシュレベル欲しいになったら、ウーコンと入れ替えて引っ張ってもらうってどっかに書いてある。ああ、剣がどっかに入れると。ガーカバフにしたかったんだけど。あの2位の人全然動かないんだよね。この人名前に似た人がここにいるんだけどさ。にやかでやってる？そんなことないか。ああ、あるかもしれないですよ。ね。一人だと負けさせてる気がする。違うか、でもちゃんとやってるの。わかんない。あの、なんだっけ。タブレットと。モバイル版とじゃないか、うん、いつでも打てる。
レリコ。あ、いるじゃん、いるじゃん。危ない、寝た。なんだあれ、F。星、星さんの。うん。全入れ替え。全入れ替え。そうですね。アイテムないけど。レベル上げたいな。28。でも買ってんだよ。これは強そう。そうです。これいらんのか。勝った。なんだあの2。ちんちんやろ。いい子が強い。ドロップ来た。LCS ドロップ来てますよ。うん。閲覧してるとドロップが来てて、ピーとかなんかもらえるんですけど、たまになんかバロンスティールとかあるとなのかな、わかんない。クラウド9が勝っただけでも言ってたけど、多分アナウンサー、アナリストディスクと解説の人たちがビンゴカード持ってるみたいで、その条件に当てはまるものが起こると。あの視聴者にドロップがもらえるみたいな。昨日再生しとくの忘れちゃった。後ろで再生しとけばなんかもらえるんですよ。ブルーエッセンスだったけど500ももらえちゃった。8レベルにしたいな。これいらなくなった。赤バフつけるか。はい、つけたいけどいいや。とりあえずサイバネティックにアイテムが載っていれば。そうね。あとイレリアカベインを育てて。ルシアンは後で売っちゃうので。負けちゃうんか。回せばよかった。マスターだね。特性の意味はあまり覚えてない。でもこのマサイ CC が効くからな。レベル上げたいよ。レベルがまばらで。もうちょっと、もうちょっと。これでやりたいやつは揃ったけど。これは強い。ただ星が。そうですね。ベインと。ベインが育つといいよね。もう一個回して2個乗っけたいけど。まあ、さっき1位と当たったんで、しばらく踏ん張れるんじゃないですか。あ、そうなんですよ。なんか黒さんも言ってたの、うん、当たってないからみたいな感じなんで。そう、ちょうど直前がその1位の人がさっきのブレードマスターだったはずなんで、うん、このベルスレイヤーが結構かわいいんだけど1位に惜しいとこまで行ったらあと下位には勝てるでしょ。はい、うん、あと下位に、うん、下位下位グループには勝てますよね。そう、そういうことか。バスターガーディアンとかよくわからんのおると殺されたりするかもしれんけどそうなんか。ビクタービーム BBB とか言ったら1列なくなったみたいな。
裁判若干裁判ハードがいいビルドしてるあれ負け前提じゃないいやあれ楽しいんだよな、いっぱいミーポ出るから、うん、バードなんか使ったこと負けちゃうからあれやった後にその使ってる精進の矛とかを、うん、あのアッシュとかに乗せ替えるんですよ、うん、アストロ他に3人いるのってナーとティーモとナーとティーモとノーティラスかなんで、全然買ったことないや。バードにクールダウンをいっぱい乗せて楽しくした後に、うん、ティーモカアッシュにそいつを乗せ替えて、うん、いっぱいキノコ投げるかいっぱいアッシュアローを打つか、うん、ウーコンだ。ウーコンだ。ウーコンだ。これどうしようかな。本当はベインに積んであげたかったけど。ケイトいらないけど。えっとね、悩ましいよね、そんだけ育ってると。星1育ってもしょうがないやって言われる。たまたま空いてたから集まったけど。あ、でも、クローノ出すのに結局欲しいもんな。そうです。一応一人入れてるんですけど、星3にするかどうか。うん。入れりゃ生きてる。なんだかんだ言って結構やり込んでるじゃないですか。サイバネだけね。OTP だけど。いや、いいと思います。パッチノート読んでないから、どうなっちゃったかな。出た、いいなぁ。引き強い。これは強いよ。そうそう、わかんない。なんか集める人少ないのかな。で、ベインを探せって、あ、もうレベル8だから、エコーを探して。でもあと慌てなくてもいいような気がするけどな。そうですね。レベル上げて入れるならなんだろう、スレッシュか。そうね。スレッシュだとまだ何か。なんかエコーを探すためにお金なくなっちゃうんですけどね。先に取らないと取られちゃう。スレッシュでマナリーバーか、リベンでブレードマスターか。スレッシュですね。スレッシュしか入れてないんですよ、私は。で、レベル8でもスレッシュレベル星2になったら、あれと入れ替えて、ウコンか。やっぱ、ケイトいらんかった。いや、でも20ゴールドぐらい残してエコ探しに行くのが、バランスがいい気がする。20、30。なるほど。わかんない。いつもゼロになるまで探しちゃってたけど。勝ってたらそんな急がなくてもいいのかもしれない。そう、まあヘルスに余裕のあるうちは、うん、せこせこやっても。剣が来ない。お、これでもラピッドファイヤーがイレリアに乗ったりする。これはいらない。ブレードマス、あの、あれのがいい。グインソーのがいい。グインソーさっき仕方なく乗せたんですけど、本当は IE とか、あ、ヘラを取ってインフルトレーターにして IE を乗っけたいな。ヘラを取ったらブレードマスターも見える。インフィルトレーターそうね、剣があればですけどね、うん、どうしよう、どうしよう。でも次の回転寿司完成品が出てきそうだもんな。そうね、エラは期待しにくいから。レベルは入れたことないな。はい、今日どうしようかな。どうしようかな。
PA 積んでもいいけど、IE 積まなきゃいけないかな。回転寿司までに拾いたいアイテムの候補を選定しておいて、これは剣が欲しい、ね、これでもいいんだけど、これをエコに積みたかったんだよな。剣が欲しい、これもなんかあげちゃった方がいい気がするけど、わかんない。デッドバフ倍に乗っけたところで、行ってほしいだったっけ、うん、あ、アーゴットが強そう、これ。そうね、でもあの人なんかすごい1だな。いやー、これ積んだけよかったな。アーゴットがやべえ、ルトってる、処刑が、あー、処刑してる。 あ、でも勝てるな、ね、なんでこったい。どうしよう残り5人。積んだ方がいいんかな。ラビットファイヤーとどうなの、わかんない。ニレリアはあんまりかもしれない。積んだことないや。これでもいいんだけど、わかんない。エコなら積んでいいって書いてあるけど、グリーンソーっていうかな、欲張りかな。これも何かに使いたいんだが、完成品になっちゃった。もしも何もないあれで、あのマナか、ソードウェイか、わかんない。あ、エコ取んなきゃいけなかったじゃん。ダメだこりゃ。まあエコーか、まあ本当にアイテムなかったよね。エコーかスレッシュか。エコーだったよ、もう来ないもん多分。どんなものしてもやばいな。結構欲しいんだけど、お、こんな、どうしよう、これ毛糸、いや、え、意外とできそうになって。これなんだ、ルシアンでいいの。ルシアンでいいんじゃないですか。あ、そうか、ルシアンでもとりあえず積んどっかな。これもこれにしちゃってね、それでデバフばらまけるもんね。どうなんでしょう。あとはエコはやだ、あやりりや死んだ。流れ物がオレソルが強い。あ、デモリッショナーも入ってんのか。ちょっとサボりすぎたな。流れ物デモリッショナーだ、これは強い。レベル上げたいけど、エコが。いやー、また忘れちゃったな。いつもアイテム拾うときは忘れちゃうんだよね。エコがいるか、いるの。まいっちゃうな。これもどっかに積んであげた方がいいな。これでもいいけど。まあ、ここ一回待つと次がモンスターラウンド。あ、ほんとだ。なので。あ、なんか1位の人に当たっちゃった。1位の人に当たっちゃった。でも、座薬星さん、シフルなんだ。ジンとアシッド、ブレードマスター、スナイパー、セレスティアルか。あの2個。セレスティアルプロテクター、スナイパーか。なんか、そういうのわかんないや。でもなんか、変わった編成だけど強いんだなって。愛用容力がある人がやっぱ上がるんでしょうね。
1位チラッと見たら分かるじゃないですか、うん、セレスティアルプロテクタースナイパーこれしかついてない。セレスティアル6にするの？いや多分これ以上増えないです。うん、多分これでいっぱいある。これで星を増やしていくみたいな。うん、あと入れるならなんだろう、ルルとか。うーん、ルルとかってルル入ったんじゃないか。お金、お金が出る。お金、エコが欲しいっていうの。あ、残り3人だから残り3人だからフレッシュだ。どこに入れるかいつも迷うんだよね、これ。ゼファー、ゼファーって HP ある。これがゼファーは、こう、どこに出るんだこれ。あ、ここは手前に出てる。体格、うん、体格の位置。いやでも、いや、どうでも、そう、そういう配置が困っちゃうから、乗せるならフレッシュかなみたいな。あ、そうするとフリーに動かせるやつは多分ゼファーが使える。一緒にしちゃおうか。開けら来ない。え、ここないし。あんまりスカウティングしないなら適当に全員に乗せとけて全然いいと思いますけど。ここが欲しいよ。あ、来た。わかった。こってるし。やっぱケイトいらんかったな。ケイト惜しかったね。あと1体だけどね。うん、別にケイト強くなってもアイテム積んでないし、いつも積まないようにしてるんだけど、最近。これと、これ入れて、とりあえずマナ入れて、まあ、いい日乗っけてあげたいけど、ソフトブレイカーどうしようかな。これでいいのかな。やって、なんかダメージがないなぁ、このデリア。どうすんの？ケイトもなぁ、お金がいらなかったなぁ。ケイトのお金がもったいなかった。落ちないかな。6残った。マイナス2、死んだ。あと1位だけ、ブレードモンスターだけ。マナリーガーは入れてるけど、あ、これこすれんのか。デデン、はい、来た、来た。デデン、ここ上げたかったな。なんかし、まだ1回持つの。1回持つと思います。何入れようかな。エコ引っ張ってもしょうがない。エコを引いてエコが育つ。スレッシュ何引っ張ってもいい。スレッシュが持たないな。レベル上げるの早かったかね。いやでもまあ上々じゃないですか。ですかね。きつ、うん、お、勝てそう。これどうなるんだろうな。ウェインが強い。ウェインとリリアと倒したいんだけど。いいぞいいぞいいぞ。楽なんだけど。ヘラ来ちゃった。ヘラ来ちゃった。スレッシュ。ヘラ？ヘラ？スレッシュ？ヘラ？ヘラ取られたな。スレッシュかな。ゼファ？マナついてるし。まあリテンションのことか。ゼファはよくわかんないの、使い方が。本当はエコに積んであげたいけど、レディオンソル引っ張ってるね。レディオンソル引っ張ってるな。もし死ぬかもしれないけど、これ本当は、本当はもっといっぱい回した方が良かったかな。向こうももうちょっと配置あったでしょ。銀行は浮かさなくてもいいじゃん。ああ、全然見えない。
ギリギリ生きてるけど。エコに赤子普通聞いたかったなぁ。エコが赤子が普通で。スレッシュが引っ張るやつが微妙。もうこれで最後かなぁ。ないねぇ。せめてエコが来れば。考えるとか。飽きた。フレッシュ引っ張っちゃったらちょっと、どうしようかな。なんかここら辺わかんない。リリアってどこに飛んでくるのインフルトレーターがないからどこで行っちゃうのかな。うん、エコか、エコのお金なのか。何回やればいいの？この人。HP ありすぎ。次はヘラルド？ヘラルドだよ。お、フレッシュが。あ、来たけど。やった。だから、これで何を引っ張るっていうの？引っ張って出したやつを用意しとく。アーゴップとかいればいいけど。スレッシュ、とりあえずここでいいのかな？とりあえずソラカとか。どこにエリア、インフルトレーター積みたいな。インフルトレーターやっぱヘラでつけないし、ウィンズ来ちゃった。あ、そう、もうこれ積むしかないよね。スレッシュにスレッシュ引っ張ってもらう。フレッシュにスレッシュはいらないんだよ。いらない。ウコン、それならウーコン回してもらった方が多分。いやー、どうなの、どうなの。余分なのない方が多分働くし、2体ぐらい引っ張れそうだよね。そうね、真ん中ついてるし。まず1体。あ、イリリア行った。赤バフつけたかったよ、一個に。あら、ルルが強くなったな。ルル入れたか。あ、ジンが。ジンが星3だ。それは強いわ。ジジでした。ジンが星3。ああ、今なの。星3のジンは4発目で1人ずつ死ぬから。あら、まあ、3になっちゃった。もう悲しいです、私は。サモナーズリフトより上がっちゃって。1日2回やるだけにしてたのに。私は虚しいです。これ何回やったっけ。あれを開けようかな。まずい、暑くなってきた。昨日は曇りでまだ良かったんですけど。あれ行きます？TFT ちょっとあれ、ね、ちょっと待って。何、踏み台になってくれるんですか？
いや別にだ、どっちかっていうと上がるっていうより1日4回、2時間配信すればポイントつくからだけなんだけど、俺昨日ボコボコに負けて、もうこれ以上負けたらシルバーに降格するんだけどっていうぐらいの、ああはいはいはい、たぶん 0LP で3回ぐらい負けたもんな。ああ、あでもあれですか、あれかティアのあれだから、そうなんか根性値で、おまだ落ちないまだ落ちない、プロテクターかかって、そう、いやアリシンクも来たしな、俺シルバーに降格したら遊べなくなるぞって言ってるの、大丈夫まだいけるいけるとか言って、で昨日は調子が乗らなかったからその後ランク2回行って、普通のサムナズリフト2回行ってよしにしましたね。まだ閉めちゃった。ああ。わあいい。よいしょ。最近クラッシュ3回勝ってるんや。クラッシュはね、なかなかね。ちゃんとなんかクラッシュで勝ってる人は上のティアに配属されるようになってるので、マッチングがうまいこと言ってる気がする。